雨、止んでよかったね。佐都ちゃん、どうして？あなたのことがわからないから来たのよ。同じことをすれば、あなたがわかるかと思って。佐都ちゃんから見た私は、どんな人間だった？私の目に映った、あなたは。丸山あやという人間は、夢に向かって、どこまでも愚直に突き進んでいく。愚直なのは、自分にはそれしかないと思っているから。それを心のどこかで自覚した上で、夢を叶えようともがき続けている。本当に、不器用な人ね。おっしゃる通りです。でも、あなたらしさなんでしょうね。これが。私らしい、か。そうなんだと思う。私は、私らしくアイドルを目指したい。後悔、したくないから。そろそろ事務所に着くわよ。うん。お疲れ様です。あやちゃん、に、ちさとちゃんも、二人一緒だったんだ。すごい話題になってますよ、あやさん、ちさとさん。え？また何かあったの？ネットのコメント、見てください。大雨の中、チケット手売りしてるパステルパレットのあやとちさとを見かけた。誰もチケットは買ってなかったけど、すごい根性だな、見直した。それマジ？知らなかった。明日もチケット売ってるのかな？買いに行ってみようかな。口パクバンドかと思ってたけど、今は地道に努力してるんだな。これって。お二人がチケットを売ってたのを見かけた人がネットに書き込みをしたんです。それがきっかけになって、ネット上がパステルパレットの話題で盛り上がっているんですよ。じゃあ、これ見て。ライブの件でご相談があるのですが、今お時間。くしゃ。失礼しました。先ほど想定していなかった仕事が入ってしまって、普段やり慣れないことをしたせいか、くしゃ、体がびっくりしてるのかも。ええ、それでライブの件ですが。くしゃ。ああ、やっぱり雨の日は良くなかったかな。
くしっ。